まあそれにしてもね、まあ、参院選も今日でまあ5日目ということで、まあ、ただでも7月10日までの投開票っていうのは、まだまだ長いなっていうね、本、ま、当、あ、ほんとこう3週間ぐらい、えー、2週間ちょいあるっていうね参院選、えーまあほんで、しかも暑いんでね、昨日もなんか、なんか自民党のなんか、 演説聞きに来てた人が、なんかちょっと熱中症みたいなので倒れたみたいなね、なんかそういうニュースもあったりとかして、本当、街頭演説聞きに行ったりとかね、あの選挙活動なんかしてる方たちとかね、本当、熱中症とか気をつけてほしいなっていうぐらい暑いなっていうね、本、ま、当、あ、まあ、ただ、参院選運が暑いのかどうかっていうのはね。あの ど,どうなんやろうなと思うんですけど、ただやっぱその、その大筋ではね、やっぱその、まあ野党がですね、なんかやっぱもう一つだなと、自公、自公、えー、で改選過半数の勢いみたいなのがね、各地出てましたけど、まあ、ただでも、あのー、 個別の選挙区では、ですね僕はまだまだそのまあ、序盤ということもあって、まあ、伸びる要素っていうのはね、あんのかなっていうのは、思わず伸びるっていうか、逆転したりとか、うん、でしかもまあ物価高とかもあって、ですね岸田政権に、えー、批判的な要素っていうのもね、批判的な要素っていうか、まあ、波乱要素もあると、物価高。 でこのねあの、この猛暑っていうのが、その岸田さんがこの間、節電プログラムで節電ポイント2000円相当、えー、検討みたいなね、なんかそういうニュースも出てましたけど、まあ、それが、まあ、裏目にこう出る可能性もですね、まあ、今後ありうるんじゃないのかなと、だこれだけも地自民、自民、公明がです、ねまあ、安定してそうとで、維新もね、なんか伸びそうだっていう、 まあ、あの報道ばっか流れると、いや、本当、これでいいのかなと、うんまあ、野党支持層なんかは、やっぱ特にね、あの必死になってほしいなっていう、まあ、そういうのも思いますよね。 まあそんな中でね、やっぱそのとあの朝日新聞の情勢っていうのは細かく出てて、まあ、そこで、えー、やっぱ気になるのが、やっぱ僕なんかやっぱ大阪選挙区の,、ね、あのこととか、やっぱあと東京選挙区、やっぱり東京選挙区やっぱ今回の参院選で、まあ、一番注目されるのかなと。であとやっぱ関西で言えば兵庫、あと京都もですかね。う まあやっぱでも東京は、ですねこの朝日で言えば、えー、自民の朝日さんと生稲晃子さんと、立憲の蓮舫さんが他を引き離すっていうのが出てて、まあ、これだこの3人はねまあ、前からっていうか、あの選挙始まる前から言われてたように、ま硬、あ、いというのは間違いないと思うんですよね。だからその4 4、5、6番目っていうのが、まあ、本当、激しい争いになるんちゃうかなと、うん、で朝日では、ですねこの、えー、6番目をめぐって、共産党の山添さんと、えー、維新のなんか海老沢さんが争ってるみたいなね、うん、っていうのが出てて、まあ、だからあの、言うたらもう山本太郎さんがですね、まあ,あの伸びてきてると、まあ、朝日だけで言えばね。うん 本当なんかね、だからこう順位っていうのもまあ今後入れ替わってくると思うんで、まあ、ほんま最後の最後までね、あの頑張れるかどうか、あの野党支持層の方はねっていうのは思うんですよね、まあ、東京選挙区はね、本、ま、当、あ、それぞれあの出てて、あのまあ、蓮舫さんは堅いと、ただ立憲民主党の2人目の松尾さんとかね、あのだかそこまでがなかなか大変そうだなっていうのが今のところみたいですね。 でままあ、僕はね本当、前から言ってるんですけど、あと大阪と兵庫ですね、で大阪でも、ですねこの朝日でも、えー、自民と維新が安定した戦い、えー、これ、兵庫ですね、えー、大阪では自民安定、維新2人と公明は安定支持得てで、共産が追うということで、まあ、大阪が。 定数4なんですよねだから自民が安定、維新2人、公明安定支持ってこれ、ここでもう埋まってるわけですよね、ただ、あの共産が追ってるっていう、共産の辰巳孝太郎さんが追ってるっていうことは、まあのだからそのい、 他の野党支持層、例えば立民の野党支持層だったりですね、これ令和の野原大佐の支持層が辰巳さんにあの乗っかったらですね、共産党の辰巳さんもですね、も逆転するかもしれないっていうことを、この朝日の情勢ではね、僕は示唆してるんじゃないのかなっていうふうに、まあ、思うんですよね。だからそこをね、やっぱりよく考えてほしいなと、 だから大阪なんかでは、カジノのね、あの、署名とかでも、まあ、20万人の,のね、まあ、急遽、ええー、2ヶ月あって、もう最後の、 1>, え1ヶ月かねあの、1週間か2週間ぐらいで、急激にね、20万まで集まった、最初の1ヶ月3万やったのに、最後は、えー、なんとか20万まで集まったっていうね、ありましたよ、そういう底力はあると思うんですよね、でそれを考えると、まあ、例えばカジノとかにね関心ある人なんかはですね、えー、この共産党の辰巳さんに、まあ、乗っかったら、ワンチャンあるかなっていうね。 ワンチャンって1回言ってみたかったなっていうのはあの思うんですけども、ワンチャンあるかなっていうところやと思うんですよね、だからまあ、ね、共産党の辰巳さんを応援している方もいるでしょうし、えー、まあそうじゃない方もね、まあ、こう選挙区はやっぱり維新に2議席与えるのはどうかと思う人が辰巳さんに乗っかることによって、えー、なんていうんですかね、こう野党に。 国政でも野党に一議席こうあの上、ー、げるっていうねっていうことを僕はま考えたら。 まあ、いいんちゃおうかなと思いましたし、ほんで、もう一方の兵庫ですよね。やっぱり兵庫県、えー、自民が安定、維新2人と、えー、自民、維新が安定した戦いで、公明と立憲が激戦ということで、ここで、兵庫は定数3なんですよ。そこで、えー、公明と立憲が激戦と。だ立憲は今ところ4位で、あのー、 公明党と接ってるわけですよね、最後の1議席をめぐって、だからここは、立憲は相崎沢和子さんという方があの,であの出てはるんですけども、まあ、ここにあのー、他のね野党支持層がですね立憲の相崎さんに乗っかれば、ですね公明党に逆転できるワンチャンがあるかなっていうね。えーだから もう兵庫と大阪、こうワンチャンあるわけですよと、だそこをね僕はね、あの有権者、あの特に野党に伸びてほしいっていうね、あの野党に野党が議席伸ばしてほしいという人は、割と多いんですよね、これ NHK の調査だったと思うんですけど、だから決してね、なんか自公が勝ってほしいというか、そのやっぱその、 僕もねそうなんですけど、やっぱバランスを考えたこの緊張感のある国会というのを望んでいる人が多いと思うんですよね。自公とか維新だけが伸びても、ですねこれ、あのなんていうんですか、この物価高とか、僕は変わらないと思うんでね、やっぱり野党、あの野党共同とかね、立憲、共産。 えー、令和、社民が伸びてこそですねやっぱその緊張感のある国会があって、えー、多分自民党だったら岸田さんも岸田総理だってです、ね、やっぱもうちょっと考えと選挙やばいなっていう風にねなると思うんですよね、だから僕はそこをねあのもっと有権者があの考えてこの投票行動にもですね、まあ、東京でもそうですし大阪、兵庫も、ねえー、どう投票を。 誰に入れたら野党がですねあのもうちょっと議席伸ばせるのかなっていうのを、まあ、考えてほしいなっていうのは、まあ、本当に思いますね、まあ、これ、の選挙前から僕も言ってきたし、特に大阪と兵庫、まあ、大阪では辰巳さん、共産の辰巳さん、兵庫では、えー、立憲の相崎さんにねあのー、入れたらですね、まあ、本当こう。あのー なんて国政にとっては大きなインパクトが僕はあると思うんですよね。大阪もね、まあせっかくまあ今回はね、あの立憲民主党の辻元さんが比例に回ったということで、まあ、本当にチャンスであることは間違いないと思うんですよね。だからまあ序盤は今のところこうなんですけども、まあ中盤、終盤に行くに従ってですね、まあ、本当に あの変わったら、ですねこれはあのすごいんちゃうかなと、うん、単に野党というかね、政党間の話し合いだけやったら、ですね、まあ、こんなふうに複数区でもあの候補立てるっていうのはね、これはもし当たり前なんですけれども、ただ、有権者が、ですね有権者の判断、有権者が考えることによって、あのこの情勢が変わってくれば、ですね、まあ、それはそれでね、こう次に。 行かせるかなっていう思うんで、まあ,あの考えてほしいなと、序盤情勢から考える参院選ということで、考えてほしいなと思いましたね。チャンネル登録よろしくね。